はい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 。昨日ドラフトやっておりましたけども、まあジャイアンツは非常に支配下の選手で野手というところを補強しましたが、まあジャイアンツには育成というところもありますから、そういったところで育成の選手を本日ね、詳しく徹底解説をしていきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ、2夜連続というかね、2日連続でちょっとドラフトのことをやっていこうかなというふうに思ってます。昨日、支配下の選手5名に関して言えば、まあ、徹底して解説というかね、僕が、まあ、独断と偏見ではありますが、まあ、どういった選手なのかとか、どういう起用法になっていくのか、みたいなところも含めて、少しね、お話していきました。でもやはりですね、まあ、巨人はね、まあ、育成選手、まあ、僕自身も、ジャイアンツの育成選手だったっていうところもあるので、まあやはり育成選手には頑張ってもらいたいという気持ちもありますし、まあここ近年、ジャイアンツの育成ドラフトを見てるとですね、まあ僕がいた時よりも間違いなく、スカウト陣がね、いい選手を連れてきてるなっていう印象はありますし、まあまあドラフトもね、今回野手、支配下の選手多かったですけども、まあそれもですね、やはり育成の選手にも非常にいいピッチャーがいたりとか、うん、まあ支配下の若いピッチャーにも非常にいい素材がいたりっていうところがあったと思うので、まあその金丸選手を外しましたけども、そこから野手に切り替えたんじゃないかなっていうところもあるので、非常に今のジャイアンツを語る上でですね、まあ育成選手の存在感っていうのも、まあ非常に年々大きくなってきてるんじゃないかなっていうところはね、非常に、育成出身の僕がとても感じてるところでございますと。その上で、今回ですね、6名の選手を、まあ育成ドラフトというところで獲得したんですが、まあ非常にね、一言で言うなら、めちゃくちゃいいドラフトなんちゃうっていう風にね、思っておりますし、まあ育成はね、非常にこう、まあピッチャーというところをね、中心に取ってきてるんですけども、本当に、まあ今から説明しますけどね、非常にいい選手、ようこれこのピッチャー取れたなとか、他の球団取らんかったなっていうような選手を、まあ主に高卒のピッチャーが多いんですが、そういったところを獲得できているので、まあ、すぐに出てくるかっていうぐらいではちょっとわからないですけども、まあ、2、3年したら、まあ、支配下に登録されてっていうような選手も、この中からね、間違いなく出てくるだろうなっていうふうに僕、確信しておりますんで、そういったところも含めて、今日お話していきたいと思います。はい、じゃあですね、まあ、6人指名されたというところですけども、6名ね、上から順番に、1位からね、育成ドラフト1位のね、選手から、ちょっとね、僕の解説付きで、忖度なく、ちょっとね、お話していきたいと思います。はい、まず1位。坂本達也、捕手ですね。富士大学、の捕手でございます。172センチ、78キロ、右投げ右打ちの、まあ、キャッチャーでございますと。はい。まあ、僕ももともとキャッチャーだったんでね、キャッチャーにはちょっと厳しく、言いがちではあるんですが、まあ、二塁送球っていうところをね、言うと、まあ、練習なんかでは 1.7 秒台を出してまして、まあ、試合でも、まあ、1.8 秒から 1.9 秒ぐらいで二塁に送球できているというところですね。で、その大学時代の阻止率で言ったら6割やると。6割ってすごいよ。うん。4割やったら、キャッチャーってすごいなって言われるんですよ。4割すごい高いですよ。もう打率で言ったら、バッターで言ったら3割以上打ってるみたいな感じなんですけど、キャッチャーの阻止率が4割っていうのはね。でもこれ6割ってことはほとんど刺してるなっていうイメージですよね。うん。で、なんかその、コメントなんかもね、聞いてると、足も速いですよと。で、足が速いってことは、やっぱりこう、キャッチャーとしてのフットワークなんかも非常に軽いんじゃないかなっていうのはね、予想できますと。はい。で、ただ本人もなんかコメントで言ってたんですけども、やっぱ打撃というところがちょっとね、自分は苦手でっていうふうなことを言ってました。で、まあ動画見たんですけども、やはり、まあその、まあ守備型のキャッチャーかなっていうふうなところはあります。まあその打撃が売りでっていうところではないですし、まあキャッチャーはね、まあいろんな選手、いますけども、やはりまあ打撃というところは、まあ慣れというところもありますから、まあ非常にね、ここからね、まあ育成選手というところで、まあ大卒なんでね、そこまで時間はないと思いますが、
まあね、非常に、まあ試合下のね、非常にレベルの高いキャッチャーに割って入れるようなね、ところようにね、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい、で2人目2位ですね、堀江翔太郎選手です、投手ですね。はい、187センチ82キロ、はい、文星芸大附属高校かな、うん、読むんかな。はい、この選手ね、化けるね。この選手めっちゃいいね、ピッチャーね。はい、はっきり言ってね。で、マックス147キロ。で、カットボール、スライダー、フォークなんかも投げますと。で、何がいいのって、まあ、はっきり一言で言うと、奪三振能力ですね。はい。まあ、まあ、高校生なんで、ちょっとまあ、打者のレベルとか言ったらまあ、ちょっとあれなんですけども、3年生の夏ですね、1試合19奪三振取ってると。はい。やばいね、それ。で、先発型かなっていう感じはありますと。で、まあ、甲子園でも投げてるんですけど、僕見たんですけど、このピッチャーね、めちゃくちゃ良くて、何がいいって投げっぷりもいいんですけど、やはり、一番多分得意なボールって多分スライダーだと思うんです。スライダーとかカット系のスライダーだと思うんですけど、ちょっと縦に落ちるようなスライダーにも投げたりするんで、非常に、まあ、曲がり球というところは、得意なんじゃないかなと思います。で、甲子園の映像見てましたけども、フォークボールなんかも投げてましたんで、非常にこう、まあ、投げ方的にちょっと縦型というか、上からパーンとこう振り下ろすような感じなんで、まあ、フォークボールは落ちるだろうなというふうに思ってたんですけど、やっぱり落ちもね、結構ね、角度があって、バッターからしたら非常にこうまっすぐ角度があるんで、まっすぐに見えるんだけども、そのままボールが落ちてって空振りするみたいなね、イメージだと思うんで、非常にね、このピッチャーね、よう取れたなと思いました。これね、育成で。はい。これ、支配下で、買い指名してくるね、ところもあるんちゃうかなぐらいのね、レベル感なんですけど、この選手を育成の2位でね、ましてや取れたっていうのはね、非常に素晴らしいと思いますし、この投手いいなーって、まあまだまだね、体も大きくなるとなるでしょうし、球も速くなっていくでしょうから、これはね、ほんと面白い選手やなって。まあ先発型っていう風にね、スカウトの方言ってますけど、こんだけ奪三振能力があるんだったら、リリーフに回してもいいんじゃないかなぐらい思うね、ピッチャーでございますと。はい、で、次3人目いきたいんですけど、3人目のピッチャーですね、鈴木慶心投手、横浜創学館高校ですね。183センチ、83キロ。はい。マックス147キロ。で、スライダーであったりとか、チェンジアップを主に投げると。で、まあ一年、食トレというところでね、非常にこう、体が大きくなったというところですね。で、僕、動画見たんですけど、非常にバランスがいいですね、このピッチャーは。先ほど言った、堀江翔太郎選手なんかは結構投げっぷりがいいというか、こう、バーンってこう、躍動感があるみたいな感じなんですけど、この鈴木慶心投手はですね、バランスが非常にいいと。まあ、フォームも含めてですけども、非常にバランスが良くて、まあ、まあ、全部見たわけではないんで、ちょっと何とも言えないですけど、まあ、器用さがある感じというかね、まあ、荒々しさというよりかは結構こう、まとまってて、まあ、器用だなっていう感じですね。変化球とかでもストライク取れるしっていうところで、まあ、非常に器用かなっていうふうに思います。まあ、このピッチャーはまあ、高卒なんで、まあ、体見てもまあ、そんなに細かったんですけど、まあ、ここから大きくなってくるだろうなというところもありますし、まあ、このピッチャーは先発かリリーフかって言われると、ちょっとね、どっちでもいけるんじゃないっていう感じのピッチャーかなというふうに思います。まあ、これからの成長次第だとは思うんですけども、まあ、非常に、バランスも整ってますし、フォームも含めてね、非常に、バランス型の面白いピッチャーだなというふうに思いました。はい。で、次いきます。4位の、吹田志道選手ですね。はい。この選手もピッチャーでございますと。で、はい。で、188センチ、83キロっていうところで、結構大柄のピッチャーなんですね。めちゃくちゃ大きくて、手足が長いピッチャーなんですよ。で、マックスで言ったら144キロしかない。まあ、しかって言ったらあれですけど、144なんですけど、まあ、だいたい140前後ですよね。140から141とか2ぐらいから、まあ、138とかそれぐらいの幅で投げるらしいんですけど、まあ、まあ、カットボールっていうところがね、得意みたいなんです。うん。で、まあ、右投げ右のね、ピッチャーなんですけど、角度やっぱあるんですね。手足長いから角度あって。で、3年の、春かな、右肘をちょっと故障してたみたいなんです。ただ、非常に、動画見てるとですね、体柔らかいですね。うん。担当スカウトの方も言ってたんですけど、ちょっと結構関節柔らかい系というか、例えば胸郭とか、手足がね、長くて、柔らかかったりするんで、非常にこう、腕の使い方とか柔らかいなっていう、うん、ところがあるんで、ちょ
っとね、このピッチャーまだ結構細いんですよ。だから、ここから大きくしてってっていうところだとは思うんですが、やはり、そんだけ、関節が柔らかかったりとか、胸郭が柔らかかったりするとですね、そんだけ可動域が出るんで、球が速くなりやすかったりとか、まあ、デメリット言うと、やはり関節がね、柔らかすぎて、負担がかかりやすいっていうところありますけども、そこをやっぱりね、筋肉であったりとか、まあ、フォームをね、ちょっと修正しながら、やっていくとですね、怪我のリスクも抑えられるというところがあるんで、非常にこのピッチャーね、大化けしそうな感じはあるというか、細いんですよ。細いんですけど、ちょっと投げ方とか見てると、もう非常にこう、なんて投げっぷりもいいので、2位のね、堀江投手は、ちょっと、どっちかっていうと、まあ、硬くはないんだけど、ちょっと結構完成されてる感じはあるんですけど、この、吹田指導投手に関しては、細いですし、ちょっとね、なんて言うんだろう。うまくいったらマジで大化けしそうやなっていう感じはあります。うん。だから非常に、まあ、堀江投手も非常にいいですし、この吹田選手も非常にいいピッチャーだなっていう感じはしますと。で、次、5位のこれ、西川歩夢選手。これも投手ですね。山村学園高校、172センチ、75キロ。左投げ投手です。はい。で、ちっちゃいじゃないですか、172センチって僕ぐらいだと思うんですけど、マックス147キロなんですね。で、フォーム見たんですけど、めちゃくちゃ出どころ見にくいです。うん、テイクバックがちょっとちっちゃめで、めちゃくちゃ見にくいです。バックネット裏からの動画見たんですけど、これ、なんて言うんだろう。出どころほんま見にくいなっていうところはありました。で、結構多分、センス系だと思うんですね。まあやっぱりちょっとちっちゃいっていうのもありますし、左っていうところもあるんで、結構、出どころも見にくいっていうところがあって、結構バネ系というか、アスリート型系というかね、身長とか高くないんだけど、結構多分、フィーリングとか見たんですけど、牽制とかも見たんですけど、うまいですね。だから、非常に器用なピッチャーだと思います。で、ストレート、スライダー、チェンジアップなんかを投げて、非常に奪三振能力も高いんですね。成績なんかを見てるとっていうところがあるんで、非常にこう、器用なピッチャーというか、うん、球も速いですし、こっからね、なんかその、大化けするかって言われたら、例えば球速が155キロとか、それぐらい投げれるようになるかって言われたら、ちょっとそれはわからないですけど、非常に、まあ、投球術であったりとか、安定感みたいなところは今でもあるので、そういったところで、まあ、プロに入ってね、まあ、生き残っていくためにはっていうところ、もしかしたらサイドに変わったりとか、そういったところももしかしたらあるかもしれないですけども、このピッチャーは非常に器用だし、まあ、そういったこともできそうだなって、まあ、フィーリングとか、牽制も含めて、非常に上手いんで、ワンポイントとかもね、やれるようなピッチャーになっていく可能性は非常に高いんちゃうかなっていうふうに思いました。で、最後、6人目、竹下、ライア選手ですね。明徳義塾高校ですね。183センチ、98キロっていう、結構ね、これ大柄なんですね。右投げ右打ちで、はい。で、まあ内野手ですね。で、まあ、担当スカウトのコメントもありますけども、まあ、広角に長打打てますよと。まあ、右の大砲候補だよというふうに言われて、まあ、明徳義塾高校って、まあ、非常に名門校で、まあ、4番を打ってるだけの選手なんで、非常に、長打力もあるのかなというふうに思うし、まあ、甲子園でもね、動画を見たわけで、なんていう、ホーム側からの、センター側から抜いた動画を見たわけじゃないんですけど、まあ、バックネット裏からの、ね、動画なんか見てても、非常にスイングスピードが速いなっていうところはありましたし、県大会でのタイムリーもですね、崩れながら打って、うまいこと打ってるなっていう打席もあったんで、非常にね、育成の6位ではあるんですが、まあそのね、大化けしそうなね、うまく鍛えればね、大砲になりうるんじゃないかなっていう素材感はあるので、非常にね、楽しみな選手でございますと。はい、今日6人、育成ドラフト見ていきましたけども、やっぱ主にね、ピッチャー、高卒のピッチャーというところを多く取ってましたが、特に僕がね、注目したのはね、堀江投手、この吹田指導投手、この2人のこの右ピッチャーなんですけど、この2枚、育成ドラフト2位と、育成ドラフト4位のね、この堀江翔太郎選手と吹田指導選手、これね、めちゃくちゃ面白い素材やなって、この2人ともどっちもめちゃくちゃ面白いなっていう風に感じましたし、まあそのね、育成の他のね、今いるピッチャーを見てても非常にレベル高いなっていうところあるんで、
一刻も早くね、まあトレーニングであったりとか食事も含めてね、まあ先輩方にいろいろ教えてもらったりとかいろんなところもあるでしょう。うん、そういったところで、まあ2年後3年後に試合が登録されて、ジャイアンツのね、非常に強固な投手陣を作っていくっていうところの、役割をねしっかり果たしてほしいなというふうに思うので、まあ彼らはですね、自分らで3年後とかいうふうに思わずね、1日でも早くっていうふうにね思いながら日々練習してもらいたいなというふうに思いますし、まあクビになった僕からのアドバイスで言うならば、やはりね後悔ない一日一日を過ごしていってほしいというところがあるので、まあ育成選手にはねそんなに時間はないなっていうところはありますんで、ぜひね、頑張って、もらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わったかと思います。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお願いします。じゃあバイバイ。